名前から技をかける、何でも。例えば動き、その技、彼は、まずその剣はその鞘に入れてもらいます。だから彼は抜く前に、私は彼の手を抜かないように手を止まらないといけないね。そしたらその距離、ディスタンス合わせて自分で体で考えます。一文字構えで、ね、だからその持ちとゆっくり、その元取りみたいにの取り方だから、ちょっと待って、一文字構えはこっち、左の一文字構えと右の一文字の構えですね。だから彼は抜き方はこの右の手で抜きますね。右手で抜きます。だから私の右の手で彼の手を、後手をコントロールします。止めます、切らないように。もう一回、だからその同時に彼は抜くときに、はい、ここ当たる前にそのぐらいこうするでしょ、ちゃんと。そしたらここにコントロールして入ります。あと彼の刀で首を切ります。もう一度反対、だからこの方になります。だから私は左の一文字で使えます。だから手じゃなくて、だけじゃなくて使おうは手じゃなくて前のその棒の打ち込み杖のやり方と、その闘技術、相手の距離、スペース、自分のスペース、相手のスペース、入ってこむ、入ります、闘技術、パッ。だから、こうだけじゃなくて、全身で体、入ります。だからここと ここを入りすぎて、ここ なんか皆さん初心者の方はその技練習うまくできるように、これをおすすめします。例えばこの構えを方向の構えと言いますね。そしたらその方向の構えで相手に入ってこむ、こんな感じ、ここ手をコントロールして、ここに顔をコントロールしますね。蹴る、かかと、与えると、金的、こう、はい、よくできます。全部でコントロール。何人も体術は全部で相手にコントロールします。死ぬまで。だから、初心の方は、その一文字の構えを、その技、かけるより、みんな、
初心者の方はもし一文字構えでしたら一文字の字で大事にします。そしたらこうしてここにお力ついて、それはダメですね。足は使ってないです ね。だからこうしてももしうまくできなかったら彼は切ります。だから切らないようにちゃんとその元通り入らないといけないですね。まあそのぐらい、そのぐらいは大事、方向の構え。だから皆さんは基本の忍法体術の基本型ですね、元通りの刀合わせての剣術の合わせて刀を止めること、体で自然の構え、彼は向こうちょっと慣れて、ね、これは自然ですね。まだ抜けてないですね。その闘技術、剣でも突き方も投ぐときに、こう無視職を渡ったらシーシーシャー首シェイカーコントロール全身で相手、その呪文字の構えで守ります。大事なことは体で相手は敵はつけない、うわ片手投げ、みんなとかこういう忍法の片手投げみんな知ってますね。片手で相手を投げます。それは基本のとかこういう忍法の基本の技ですね。彼はその親殺しを取って吐いて片手で投げます。手だけじゃなくて私の英語で In English I use my whole body to apply the technique of Nimbo Taijutsu. I don't use only my hand. 手だけしか使ってない。だから忍者修行はまずこの森の中でこの茎の中でをつながってるエネルギーをスペース茎の中に感じてる先術で、このエネルギースペースの中にエネルギーな平和のエネルギーをもらえます。そうしたらもし危険の入りましたらそのエネルギーで相手の、全部で見なくても分かってる相手の危険のところを見なくても分かってる。そしたら技をかけることができますね。それは本当の忍者の高法術、本当の忍者の武術、かけてもコントロールします。